この時間は倫理研究所 USA がお送りするおはようロサンゼルスの時間です。倫理研究所とは生涯学習を推進する会員によって構成される民間の社会教育団体です。今日はその倫理研究所が発行する職場の教養から200章の根底にというお話をご紹介します。今年の7月23日、プロ野球広島東洋カープの黒田博樹投手が日米通算200勝を達成しました。41歳を迎えた現在に至るまで、たゆまぬ努力を続けた根底にあるのは、恐怖心だったといいます。ずっと不安で野球を続けてきた。野球を終えるまで不安しかないと思うと語る黒田投手。その恐怖心が並々ならぬ努力につながり、快挙に至ったのです。私たちも仕事で結果を求められたり、大勢の前でプレゼンテーションをするなど、プレッシャーを感じることも多いでしょう。不安や心配を覚えるからこそ、事前にしっかりと練習や準備をして本番に臨むものです。その準備によって、さらに自分の能力が磨かれていくのです。仕事に慣れてくると、不安や心配もなく業務に取り組めるようになる反面、事前の準備がおろそかになりがちです。自分を磨く機会も減っていきます。何年経っても仕事に対する恐怖心や緊張感を持ち合わせながら万全の準備をして目の前の仕事に臨みたいものです。今日の心がけ、良い緊張感を持ち続けましょう。倫理研究所 USA のお問い合わせは電話714-717-6209倫理 USA.com をご覧ください。